ハッピーバトルを舞台としたハピヤマ道場、今回で第3回です。今回はかなりの強敵を相手にします。ハピヤマディスペ第19回サスケハッピーバトル優勝経験者です。さあ、そしてハピヤマの知り合いでもあります、このディスペ。この男の実力は確かなものです。さあ、果たしてハピヤマは勝てるか。さあ、まずはハピヤマ先行する形か。さあ、ここもなんとかなんとか、ちょっと危なかったが大丈夫。さあ、ここはまず先行している。さあ、このサクサイダーも掴んでいく。しかしリスペも掴んでいる。さあ、この壁に勝負が揺らおった。感想は踏めていない。さあ、ハピヤマこれは痛いミス。んと、リスペもここは行っていない、踏んでいない。さあ、ちょっとおーっと、ここも行けない。あと、リスペ登った。あー、ハピヤマ逆転されました。あーっとよ、リスペに不覚を取りました、ハピヤマ。まず一勝を割れたのはリスペ。さあ、ステージは第2ラウンドです。第2ラウンドはハピヤマ・ハピタロー VS リスペのセカンドステージ。さあ、セカンドステージ、果たしてどちらが行くか。ハピヤマが、おっとー、ハピヤマ落ちたか。おっと、リスペも落ちてるか。リスペも落ちた。リスペも落ちました。同じところで落ちた。これは胴体による延長戦です。両者落ちてしまった。さあ、2回目、リスペ、ハピヤマ。さあ、また始まった。さあ、おっと、ハピヤマまた落ちた。あっと、リスペまた落ちた。おっと、これはちょっと大丈夫か。2連続で取り直し、再延長にまで。ああ、3回目、さすがにどちらかが超えるか。さあ、ハピヤマ、あっ、ハピヤマ3連続落下。あと、リスペ行ったか。これはリスペが行きました。ハピヤマ、これは何をしている。3連続落下しました。リスペが2勝、いきなり2勝を挙げられました、ハピヤマ。さあ、ステージ3です。ハピヤマ、ハピトロ VS リスペ。リスペがここで勝てばリスペの勝利となります。さあ、始まった。まず出だしは旅行。さあ、ボタンを押す。さあ、下りもうまい、ハピヤマ、ハピタロ。おっと、これ落ちているか。リスペ落ちた。クリフハンガーで落ちた。ハピヤマ、ハピタロ粘りました。リスペにストレート勝ちは許しませんでした。ハピヤマがここはまず1点返しました。おっと、空を飛んで、空を飛んで押したことにしている。さあ、ハピヤマ、ハピタロが1点返しましたが、なおもリスペ有利は続きません。リスペ有利は続きます。さあ、ステージ4はファーストステージ、夜間ファーストステージですが、先ほどはリスペがハピヤマ、ハピタロに逆転してファーストステージで1点を取ったという回がありましたが、今回はおっと、ハピヤマ大丈夫か。相変わらず危なっかしい第3エリア。しかしながらハピヤマ超えていく。さあ、ハピヤマがここはリードしている。ハピヤマリード、壁を一発で登ったハピヤマ、意地を見せます。最初、これがハピヤマ、ハピタロ、意地の勝利。リスペを煽り返します。リスペに勝ちました。これがモンスター、ハピヤマ、ハピタロ、意地で2点返しました。あーっと、殺された。ハピヤマ殺されました。初お披露目です。第5ラウンド、ファイナルステージです。ハピヤマとリスペ、お互い2点ずつ、ここで勝った方が勝利。第5ラウンドまでもつれ込んだこのサスケハッピーバトルのサスケハピヤマ道場。さあ、ファイナルステージの登頂が始まりました。さあ、ここはハピヤマ冷静に登っていきます。そしてここで効果を切る。登ります。登っていく。若干ちょっとおぼつかないところもあるが、さあ、登りきった。さあ、ディスペはどこにいるか。ディスペはまだ来ていないか。ディスペ来ていない、ディスペ来ていない。さあ、これはいけそうだ。ハピヤマ、ハピタロ、登りきるか。登りきりました。あっと、ディスペ死んでいるが、ハピヤマここは意地の3連勝で点を返しました。